今日はね、ドットアーマーのカスタマイズの仕方をちょっと説明します。カスタマイズといってもその長さ調節ですね。特にこの、ロングタイプ、まあ、2メートルありますので、これをご自分の持ってる竿にどう合わせていくか、まあ、例えば1ピースあり、ね、2ピースもあります。で、5フィートの竿もあれば12フィートの竿もあるわけですから、ご自分が使う竿に対してそのロッドアーマーをどういうふうに使っていくかということで、さまざまな使い方があるので、その際にね、どうしてもその長さがねしっくりこないケースがあります。そうなると自分で短くしたりね、長くすることはできないんですけど、長いものを短くするのは簡単にできますので、その方法をね今日はちょっと見ていただきます。まあ、例えば、このロングサイズは2メートルあるんですけども、例えばね2ピース7フィート台、それから8フィートまでの2ピースにリールをセットして、もうラインもね、通してリグもセットして、その状態でこれを上からかぶせて、例えばその車載のロッドホルダーなんかに吊るすときに、長すぎるとこうリールとラインがありますから、ね、ここまでいったんじゃ先っぽが余っちゃってね、ものすごく使いにくいことになりますので、まあ例えば20センチなら20センチこう短くしたいときがありますね。で、多少のね5センチ10センチだったら加工しなくてもね大丈夫です。ここがねこういうふうにラッパ状になってるところはね、こんな感じです。先端が、はい、まあ製品がねこういうふうになってます。で、ちょっと長いんだよ、もうちょっと短ければなという時はね、これを中に余分に折り込んでください。こう靴下を内側にずらしていくように、見えますか、ほら、要するにここまでしか折り込んでなかったものが今ここまで来ている状態ですね。うん、これでね10センチや15センチはね調整できます。これ最初の状態に戻すと、製品版がこれぐらい、約2センチくらい折り込み幅があるんですけど、長すぎる場合はこれをこう押し込んでいけばですね、多少の調節はできると。はい、今これ17、8センチほど折り込みました。まあこういう方法でもいいんです、いいですけども、もう20センチ以上も長すぎる場合はやっぱりカットしたいじゃないですか、ね、はい、じゃあカットをするんですけども、例えばハサミでカットする、ね、その時の注意事項です。はい、カットできましたけども、ここでね一つ問題があるんです。この製品版の折り返し部分をちょっと出してみますね。はい、カメラでね、ここをズームアップしてください。はい、ハサミで切るとね、これ先端がバラバラにほどけてるんです、ね、この製品版の方はね、ほらくっついてるでしょ。要はくっつけなきゃならないわけです。はい、ハサミでカットするとどうしてもくっつきませんから、ここがほどけた状態になる。で、このバラバラの状態のまま内側に折り込んでいくとね、こんなにバラバラになっちゃってね、で、仮に折り込んだとしてもこういうふうに、はい、飛び出ちゃうんですよ、バラバラのものが。で、竿を出し入れするときに中がほどけちゃってますから、ガイドに引っかかったりしてね、非常に使いにくいことになるので、やはりこのカットした先端ね、もうこんなにほどけちゃいました。もうこうなると収集つきません。はい、実はね、もっと簡単な方法があるんです。もっと簡単な方法が、ただしこういうふうに刃物を1個ダメにするつもりですね。だから僕は100均の、包丁っていうのをお勧めしてるんです。もうこれをね単純に熱します。かなりしっかり炙ってくださいね。で、カットしたいところへ押し当てて切ります。簡単に切れますよね。はい、か
簡単に切れました。さあどうでしょう、ほらくっついちゃってる。まあ要するにヒートカッターです。なのでこのロッドアーマーで製品版を作る際にはこういうもう工場でヒートカッターでカツンカツン切ってる状態なんです、ね、蛇のように膨らましてね、こういうふうに、はい、膨らましといて、膨らんだところから親指で折り込んでいくと、ほらこういう出来上がりです。はい、こんな状態ですね。はい、ここまでできたんですけど、これでねまだ完成じゃないんです。ここへこう厚みがあるじゃないですかね、厚みが、これができればこう製品のようにこうぺったんこになってほしいでしょう。今日ちょっとここには用意してきてないんですけど、普通にご家庭にあるアイロンね、アイロンでスチームじゃダメです、ドライ、アイロンのドライモードで、アイロンには温度が書いてあります。温度調整できるようになってるでしょ。ポリエステルとかのナイロン生地の服なんかにアイロンかける時の温度設定にして、アイロンの先端をこう内側に入れてこう押さえ込んでいくだけです、ね。まあ、これ多少包丁今熱持ってるので、多少のアイロン効果が出てますというふうに、まあ仕上げをアイロンでやっていただくと、もうかなりここがエッジが薄くなっていると思うんですけど、はい、こういうふうにして出来上がりです。ということでね、簡単なカスタマイズの方法をご紹介しました。もう長さを詰めるだけなんですけども、まあいろんな使い方があるわけですよ、ロッドアーマーにはね。自宅で保管ワンピースを自宅で保管するときには、ティップからバッドエンドまですっぽりかぶせたいじゃないですか、ね。まあもちろん、ロッドホルダーに吊るす場合もそうなんですけども、で、2ピースを保管するとき、その2ピースをつないだまま、なおかつリールをセットして、リグをセットしてロッドホルダーに吊るす場合、要するに車載欄干するときなんか、その時にリールギリギリまでかぶせたいときなんかはね、どうしてもカスタマイズがこう必要になってきますので、そういった使い方もねやりたいなという方はね、ぜひこのカスタマイズにチャレンジしてみてください。